実はですね、はい、日本代表の先輩でもある中村俊輔選手からちょっとコメントをいただいたんです。はい、そちらの方もご覧ください。横浜 F マイナスの中村俊輔です。元気な声で。お前なんだ。僕はもう全然いいと思う。ここの部分を探してやるな。出てて別にあんまなんか長友のであれば出たくないから。一番松田選手のこう印象的なエピソードはございますか。どっちかというと最初は僕が彼に興味があって、普通に喋りつつ、うん、いろんなことを聞いたんですけど、その倍以上あいつがすごい質問してくるんで惜しかったんですけど、うん、まあ向上意欲が半端ないですね。長友選手のここを直した方がいいな。彼に会うたびに毎回言ってますけど、上がるタイミングがひどい。フォワードが持った時にまだ顔も上げて絶対ない こっち向いてるタイミングなのに、一人でこっち関係ない方を駆け上がっちゃって、でこっち向いた時に長友の方を向いた時に戻ってきてるんですよ。位置が違うと思う。そこら辺は素晴らしいセンスだなと。中村選手はこう未だに言ってくれる、まあ、いわゆるありがたい先輩。まあ、ありがたいですね。すごい勉強になって、いつも、なんかいつも聞いてますね、いろいろアドバイス。